どうも、一色です。本日なんですが、マラダン飼育の大敵である小バエについてね、話していこうと思います。まあ、めちゃくちゃ久々なんですけれども、ついにね、我が家でも出てしまいました。はい、手に負えなくなってしまいました。まあ、約2年半ぶりぐらいの、ね、大量発生です。はい、もうね、完全に油断してたなという感じで、まあ、今回のね、まあ、自分の後悔や、まあ、反省と、まあ、過去に同じような経験をした時の、まあ、対処法とかもね、知ってはいるので、まだ経験してなくてもちょっとね、このガキがこれ。はい、という感じでね、今ちょうど小バエに苦しんでいますという方とか、まあ、まだ発生はしてないけど絶対に発生をさせたくない、発生させたらね、同居人からめちゃくちゃ怒られてしまうと、そういった方に向けて酸いも甘いも経験したの僕の方からですね、徹底的にちょっと小バエについての、まあ、生態とか、対処法解決策っていったところをですね、伝授しようと思いますので、ぜひですねお付き合いいただければと思います。まずはこの小バエたちの生態についてお話ししていこうと思います。やはりね、こう敵を知ることがね、解決策への第一歩ってところもありますし、メリットになるかどうかはさておき、小バエについてね、少し深く知ることで彼らに対する嫌悪感とかが多少軽減されて、ストレスを減らすこともできるかもしれないんで、まずはその小バエについてちょっとがっつり説明していこうかなと思います。この後お見せするんですけれども、腐葉土飼育で発生するコバエの正体なんですが、これはズバリ黒羽キノコバエという生き物です。おそらくですね、この名前で検索とかかけたら飼育中に見たことのあるようなね、コバエの画像とかが出てくると思うんですが、この黒羽キノコバエっていうのが我々が苦しめているコバエの正体です。ちなみにこの黒羽キノコバエっていうのは、ある一種類のですね、生き物を指す言葉ではなくて、総種目黒羽キノコバエ科に、分類される生き物たちの総称なので、何かね、一つの種類を指す言葉ではないです。仮名が確かサイオリディ科ですかね。黒羽キノコバエ、これサイオリディ科ってところまでは、分類があるんですけれども、そこから属名以下がね、正しくこう分類がまだされていないようで、どうやら黒羽キノコバエ科の分類っていうのが、その分類学者たちをこう悩ませるこう問題児的な、なんか生き物たちらしくて、まあ、何やら難しいと。なんで属以下はね、しっかりと定義がね、されていないのが現状だそうです。まあ、よく知らないんですが、分類学も結構難しいってことですね。ただ分類されてないだけで、黒羽キノコバエ科の生き物ってめちゃくちゃ多くて、記録されているものでだいたい2400種、ミキサイ種も含めると5000から1万種類ぐらいいると言われております。なんで分類はされてないものの、種類はめちゃくちゃ多岐にわたる。それが黒羽キノコバエの仲間たちの特徴でもあります。生態の特徴としては、主にですね、土に含まれる腐食物をね、好んで餌としておりまして、だいたい気温でいうと25度前後で、湿度がまあ 60-70%、 結構ね、温度が高くて多湿なところを、好む、まあ、そんな生き物です。お気づきの方も多いと思いますが、これってワラダンたちの好む生息環境とかなり近いので、まあ、どうしてもね、ワラダンたちの飼育に適した環境を用意していくと、キノコバエたちもすごく湧きやすくなってしまってね、これ切っても切り離せないものなので、なんで基本的にはね、黒羽キノコバエが発生したらケースをリセットしなきゃいけないよと、まあ、それが抜本的な対策になるということだけはね、まず先に覚えていただければと。ちなみに幼虫の孵化っていうのがだいたい30度ぐらいでね、孵化条件が揃うそうなので、春先にかけてね、温度が暖かくなってくると一気に増えてくる、まあ、そんな感じです。一回それにまつわるね、失敗エピソードで、レンチンでね、黒羽キノコバエを全滅させてやろうと思って、そのキノコバエが発生した土を容器に入れてレンチで 1,2 分ぐらいね、600ワットでチンしたんですけども、やっぱ中までね、レンチンだと熱が行き渡らないので、土の中で高熱になりきらなかった部分で生き残ってた卵たちが、一斉に孵化してね、大量発生するというね、全滅させるどころか一斉開花するという、そういう地獄エピソードがありましたので、レンチンする際は気をつけてください。ということで、コバエの正体に関しての説明が一通り終わったので、ここからね、実物を見ていきましょう。映るかな。はい、今ですね、こちらに映っているのが
我が家で発生しているコバエです。はい、まあ、おそらくですが、大体ねどの家庭でもね、あのワラダン飼育とか腐葉土飼育してる時に発生するやつってね、あのこいつらがね大量に湧いてるんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっとあれか見にくいな、やっぱりなんとかケースにいるのと。はい、ということでこちら黒羽キノコバエに侵食されてしまったパークションのねケースなんですけど、黒い点がうごめいているのが見えるかなと思います。はい、こちら全部コバエです。地獄。はい、まあね、あいにくねこのパークションはねそんなに通気性気にしなくてもね、まあとにかく湿度高ければね意外と生きてくれるというところで、上面はね特に通気性穴開けておらずね、側面だけ開けていたので、もうこんな感じでね側面閉じてるんですけども、見て分かる通りこんな感じでコバエがめっちゃ湧いてますね。地獄のサタンになっておりますけど、これね光に反応すんのかね、ケース持ち上げたからなのか分かんないんですけれども、撮影始めた途端一気にね湧き出しました。多分普段はどっか別のところに隠れているんでしょうね。はい、まあ、こんな感じで、ね、めちゃくちゃ出てます。蓋開けたら終わるからさ、ちょっとね蓋だけ開けらんないんで申し訳ないんですけども、まあこいつらがねどの家庭でもねコバエ発生してる時ってこれだと思うんですけども、こいつらが、大量発生してます。一瞬だけ開けるか。いやーいやーいやあ、1、2、3匹飛んでる、飛んだ、勘弁して、飛ぶなお前、飛ぶな、そう、外出んな、お前、外出んな、4匹、お前、外出んなよ、4匹、で、5匹、6匹、ねえ、もう7匹、いや、マジで数えきる。まあ、こんな感じでね、もう一度湧き出すとね、まあ、どんだけね、始末しても本当に無限湧きちゃうんでね、助けてくれ。ちょっと一匹始末してみんなにこう見せよう。はい、こちら、息を引き取った黒羽キノコバエですね。はい、指でね、簡単にね、軽く押すだけでも絶滅するので、まあ、耐久力は本当に、ないんですが、まあ、その分繁殖力に極振りした個体ですね。お腹が膨らんでるんでおそらくメスなんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じでね、結構ね細いやつとめちゃくちゃお腹がぷっくり膨れてるやつがいて、まあ、おそらくね卵を持ってるからこんな感じになってるのかなと思うんですけれども、なんかハエっぽいくはないよね。全然ハエっぽさはないんですけれども、なんか頭ちっちゃいしね、顔小さくてモデルだったらね、モテそうですよね。可愛いモデルとか綺麗な人に対して、あ、なんか黒羽キノコバエみたいなね感じでスタイリッシュでお綺麗ですねなんてね褒め言葉にもなるぐらいね、結構頭はねちっちゃいんですよ。ということで彼らね一度湧いてしまうともうね基本的にはケースリセット以外で対処法ないですから、少しずつ、腐葉土をね減らしていって、ココピートの多い、まあ、床材でちょっと飼育始めようかなというふうに今は思ってます。はい。で、コバエが落ち着いたらまた腐葉土飼育に戻すっていう感じでね。ね、僕の方は飼育を続けていきます。ということで、現場からは以上です。そしたら最後にですね、解決策対処法についてですね、語らせていただこうと思います。まず、すでにコバエが発生してしまったパターンの対策についてです。こういった場合の一番、効果的な対処法っていうのが、ケースリセットをして床材をココピートに切り替えることです。ココピートとかヤシガラマットとか言うんですけれども、この床材っていうのはヤシの木の繊維を砕いて粉末状にしたものになるんですが、ワラダン飼育の床材に使える上、キノコバエたちが好む腐食物が入っていないので、まずですね、コバエたちが発生する繁殖するっていうことはこの床材ではありません。実際僕がね一度大量発生させてしまった時は、全てのケースをココピートに入れ替えてコバエたちを全滅させました。なんでまずその発生源を断つという意味ではココピートに床材を切り替えるっていうのが一番手っ取り早いかなと思います。ただやっぱりね腐葉土を使った方が飼育は安定するっていうのが僕の経験上思ったことで、とにかくどんな種類でもワラダンって腐葉土はよく食べるんですよ。
やっぱりその一番指向性の高いね、本来食べてある土をね、ケースの中に多少は入れてあげたいなっていうのが僕としてはあるので、ココピートだけの床材にするのではなくて、まあ、ちょっと混ぜてあげたりとか、あとはですね、その餌用の、腐葉土としてケースの一部に持ってあげるみたいな感じで、まあ、餌としてね、使用はぜひ続けてほしいかなというふうには思います。またコバエが発生してしまった土の処理の方法なんですが、大きく分けて熱処理と冷凍処理があります。僕のおすすめとしては冷凍処理ですね。さっき言った通り、熱処理の中でもレンチンの場合ってね、意外とね、奥の方まで熱が通ってないことが多くて、表面上は熱々になってても中のコバエたち、特に卵とかが生き残ってしまうことが多いので、レンチンだとね、全滅させるのかなり難しいんで、やめた方がいいです。となると熱処理で、しっかりとね、殲滅するにはフライパンとかにコバエが湧いた土を入れて、こうパラパラのチャーハンを作るみたいな感じで、こう全体に熱を通して、なおかつこう水分を水気を飛ばす、乾燥と熱でぶち殺すっていうね、そういう作戦があるんですけれども、フライパンで土を炒めていい過程ってなかなか少ないと思いますし、結構それはそれで大変だと思うんで、僕はやったことないんですけれども、まあ一番完璧にね始末できるんでしょうが、ちょっとね用意するのが大変なので、おすすめ度は下がるかなっていう感じです。できたら多分一番いいと思います。で、一番おすすめしている冷凍処理なんですが、これも本当に簡単で、容器をそのまま冷凍庫に入れて、まあ最低でも2日、まあ一番安心なのは1週間ぐらい保存するっていう方法が冷凍処理の仕方です。まあとにかく簡単っていったところと、熱処理じゃなくて冷凍することでも、その床材の中の水分で飛ばせて乾燥状態を作ることができるので、しっかりとねコバエを殲滅することができます。ただ、可能性として卵とかは、やっぱり熱乾燥とか耐性がやっぱり強いので、冷凍し続けてもね、わかんないんですが、その休眠状態とか仮死状態に入って何匹か生き残ってしまうとかあるかもしれないんですよね。今のところ結構長く冷凍した場合にはコバエの発生というのは僕の家ではしてなかったんですけれども、万が一ね、そういった感じで生き残ってしまうこともあるので、そのフライパン熱処理に比べたらね、その可能性はあるんですけれども、まあ一番無難かなとは思います。もしね、コバエが湧いてしまった土、捨てようとしている方は、冷凍処理っていう方法もあるよっていうところだけね、ちょっと検討してみてはいかがでしょうか。はい、まあ、大量にやったらもったいないっていうのもあるので。で、抜本的な対策にはならないんですけれども、部屋の中に舞ってしまってるとか、その発生したコバエをね、対処するときに、結構おすすめなのが、さっきもね、お見せしました、この電気殺虫灯結構いいです。まあ、発生源立てるわけではないんですけれども、コンセント入れると、ここからね、電気が照らされるんですけれども、その光に、誘導されて、コバエが集まって、で、あとはこの内側の電気でバチンとやられる、そういう代物なんですけれども、なんでしょう、蚊取り線香とかね、殺虫スプレーみたいなものと違って、こう、飼っているワラダンたちに悪影響が全くないので、安心して使えるし、電気代もね、本当に一年中つけてても数円レベルで、もう全然電気代もかからないので、かなりね、使い勝手はいいかなと思います。前にコバエ発生した時に買って、まあ、そこから、まあ、毎日使ってるとかはないんですけれども、まあ、2、3年持ってるので、持ちもいいですし、値段も多分2000円くらいかな。2000円台くらいでは買えると思いますので、あって損はないかなと思います。まあ、とにかくね、部屋中に舞ってるコバエが一番ストレスなんで、はい、そいつらは暗がりの電気殺虫灯で、殲滅していきましょう。まあ、言っても全員取れるわけではないんですけれども、概ねこれで始末することはできます。あとですね、ちゃんとケースにコバエ対策を施すっていうのも重要かなと思ってて、まあ、僕はね、もう完全に油断してたんですけれども、もし自作のケースを作っている方であれば、こんな感じでですね、わかりますかね、はい、不織布をね、この通気口にある部分を覆うような形で、両面テープとかで使ってこう貼っていただけると、これだけでね、しっかりとしたコバエ対策になりますので、僕はもうこれから反省してね、ケースは全部コバエ対策しようと思うんですけども、そういうことしないとね、ケースから他のケースに移って繁殖っていうこともあるので、お気をつけください。まあもちろんね、コバエシャッターっていうのもそもそもコバエ対策がされているケースを使うのもおすすめではあります。ただね、なんかこう透明なものとか、なんか自作のケースで買うの好きで、ね、はい、僕はちょっとどうしてもオリジナルケースを使ってるんですけど、まあそんな方法もあります。
そうしましたら次はコバエを発生させない方法ですね。実は本動画で一番伝えたいことがこの後まだ残ってまして、だいたいワラダン飼育でコバエが発生してしまう場合って外部からねコバエが、持ち込まれてしまって、ケースの方に移動してこう大繁殖というパターンが多いと思いますので、事前対策ってすごく重要です。でそのね外部から混入してくる要因っていろいろあると思います。例えば腐葉土の中に入っていたりとか、普通に外から飛んできたコバエが、土に入ってしまったりとか、いろいろ考えられることはあるんですけれども、一番ね注意してほしいところが新しいワラダンたちを購入した時の土なんですよね。我が家では今回を含めて2回コバエ大量発生の地獄を経験してるんですけれども、この2回ともね発生してしまったきっかけがやっぱりねワラダンを購入した時の土にコバエが湧いてたっていうのが原因なんですね。というのもね昨年のね、冬前ぐらいかな、10月ぐらいにホワイトビジョンっていうねダンゴムシをね新しく購入させていただいたんですけれども、そのホワイトビジョンがねすごくちっちゃい幼体で、5、6匹が入ってる袋だったんですけれども、あまりに小さいし、なんかそのままねその幼体を探してこう入れてね残った土をこう捨ててしまうと、もし万が一土にまだ幼体がいたらその子もね一緒に処分してしまうことになってすごい嫌だなと思ったんで、念のため取りこぼしがないようにケースに全部入れてしまおうという油断をしてね、土ごとホワイトビジョン入れたら案の定ですね、そのケースからコバエが、最初は1匹ぐらいね、発生しましたと。でその1匹をもうすぐに始末して、やばいなこれ大丈夫かなと思ってたんですけど、冬前だったんで、冬の間にね全滅してくれるかななんてね甘い気持ちでいたんですけれども、1匹出て潰して、1、2匹出て潰してみたいな、数匹出て、潰して収まるを繰り返して、なんか全滅までいかないなみたいな感じで1月2月って超えて、つい最近ねめちゃくちゃ暖かくなった春一番が来た日あったじゃないですか。あれをね皮切りに大量発生ですから、はい、もう一気にね今まで眠ってた分がもう押し寄せてきて、はい手に負えなくなりましたというパターンが、実際ありました。なんだろうね、ウイルスとかなんかインフルエンザの感染にも似てんのかな。ワラダン飼育で、気づかぬうちにコバエが発生している土をそのまま梱包に使ってしまって、でその梱包先でまた繁殖して、でその梱包先の方でも同じような経路でみたいな感じで、拡大してしまったりとかもあるかもしれないんですが、ということで特にワラダンを新しく購入する際は生態だけはねなるべくつまんでねこうピンセットとかで移動させるようにしてください。もちろんねワラダンのストレスとかのことを考えたら古い土もちょっと混ぜてあげるとか、あとはねちっちゃいと見逃してるかもしれないとか、そういう心配はあるんですけれども、もしコバエを絶対発生させたくないのであれば、そういった方法をぜひね検討してみてください。とにかくコバエ対策っていうのは、入れないっていうのがマスト。でその上で他のケースから出さないっていうのがめちゃくちゃ有効ですので、ぜひね実施していただきたいと思います。本日の動画はいかがでしたでしょうか。僕自身がねリアルタイムで、苦しんではいるんですけれども、だからこそ、よりですね対策してないとこういう地獄にね、見舞われるぞということをねお伝えできるかなと思ったので、いい機会かなと思ってですね動画にさせていただきました。この動画を通してですね少しでも皆さんのワラダン飼育のお役に立てれば幸いです。こんな感じでですねこれからもワラダンに関するですね飼育の情報とか、役に立つ情報魅力なんかをですね発信していきますので、よろしければ本チャンネルの登録や高評価よろしくお願いします。 SNS もやっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。